みーこちゃん、警察沙汰です。みーこんち行こうかなって思ったんだけど、警察沙汰になってるので改めます。いやー、わかんない。みーこの彼氏からちょっと警察来るから今からって、また改めてまた連絡しますって感じで、なんで警察沙汰になってんのか知らんけど、警察沙汰。家に帰れたみたいだよ。家に帰れたみたい。またとりあえずお酒抜けた時に話そうかな。わかんない。相当酔っ払ってたんだろうね。昨日12時まで見てたビーズの。いや、私ね、寝てたから見てないんだよね。で、キャリーちゃんとは改めてまたね、会うことになった。ちょっとね、寝てた。キャリーちゃんがね、キャリーちゃんとはまた改めて、ねえ、いやね、キャリーちゃんが来てたらしい。そうだ、なんでちょっと悪かったんで、タクシー代とホテル代私が振り込むことになった。それ私が悪いから。申し訳ないことしちゃって、キャリーちゃんに。寝てた。寝てさ、なんか眉の
部屋本を多分忘れちゃったんだと思う。で寝て、そう、気づいたら寝ちゃってた。おはようございます。おはようございます。今からパスタ食べようかな。初コミありがとう。ナポリタン。ナポリタン。いや、お金は眉が払うから。申し訳ないことしちゃった。パスタ食べて寝ようかな。そうで、明日からブナマユちゃんち泊まるんだって。あ、今日からか。今日から泊まるみたい。ブナマヨちゃん家に。全然寝てないよ。だって4時間しか寝てないかな。11時に寝て3時に起きたんだよね。深夜3時に。寝不足、普通に。今日キャリーちゃん来るから、ね、起きてないとって思って、気づいたら寝てた。気づいたら寝ちゃってました。普通じゃないでしょ、4時間って。普通じゃないっしょ。12時間寝ないと、最低でも10時間寝ないと。お腹空いて起きたんだよ。それぐらい寝てる。またリア凸待ちしないんですか？だってリア凸待ちしても来ないじゃん。配信者の人しか。あ、そんなことないか。4人ぐらい来たか、リスナーさん。AB 型ってよく寝るの？いや、絶縁してますよ、ミコと。絶縁。行ってやろうかなって思ったら、警察沙汰になってるから、行くのやめた。フワちゃん配信できないし、警察はバンになっちゃう。いや、何したのか分かんないけど。いや、面と向かってね、言おうかなって思ったの。面と向かって。ただちょっとピリついてる、俺っち。
ちげえよ。面と向かって言ってやりてえわ。スタンプラリー女。あ、ねえねえ、まゆゆさん配信でリストカットして A 版って本当？リスナーさんから DM 来て、まゆちゃんリストカットして A 版って本当ですかって。まゆゆさんとまゆ間違えてる人が いてさ、それで知ってさ、じゃあリストカット配信って結構やばくない？自殺配信じゃん、うん、多分 A 版じゃないかな。何があったんだろうね。いやー結構大事だよ、うん、結構大事だよ。配信でなんかあったのかな。いやー多分 A 版だと思う。見た、手がさモザイクかかってて、だってそしたら税金問題って子供はどうすんの？お子さんはどうすんの？ねえねえ、その前にスープ、これの前にスープ作ろう。ちょっとね、キムチが余ってるからキムチスープ作ろう。キムチが余ってるから、見て、鶏皮初めて買ってみた。これで鶏の出汁、これウェーパーになる。これウェーパーになる。パチンコ屋、あ、パチンコ屋で働いてるんだ。これで
鶏皮でスープ作る。チーユっていうの。こんぐらいかな。こんぐらいか。もうちょっとで、これだしになるよね。まだね、中村くん今さ、ビバリーハウスに泊まってんの。中村くん盛り上がってますね。前もビバリーハウスで料理配信しようかな。ビバリーハウスで、いや、これ何分茹でたらいいの？ね、この皮大好きなんだよ。大好きこの皮。油抜いてんだけど、油抜いてるっていうか、これだしになるかなって思って。そうで、このだしを取ったら鶏皮ポン酢にします。そういうこと。そういうこと、うん、いいだし出して一石二鳥。きゅうりあったっけな。神今洗ったよ。洗ったに決まってんじゃん。ね、ウケんだけどね、ビバリスって存在してんの。ビバリスっていうのがいるらしいよ。今度あのビバリーハウスでご飯作って、あの305号室におすそ分けしようかな。最近あのこちらでたまに寝泊まりしてるまゆと申します。あの住民ということで、あのよかったらこれ食べてください。よかったら食べてください。でね、皮ってどれぐらい茹でるの？もうあのできてるんだけど、だしを出すためにはもうちょっと茹でた方がいいのかな。ねえ、バーベキュー前の人に、まあ私あの配信モードじゃなかったからね、全く。だから私配信つけなかったんだよ。もう完全にプライベートだったから。あ、そうなの。あ、うまそうな
親友になっ、親友スープになってる。どうしよう。冷やすまで置いといて、スープうまそう、普通にうまそう、安いね。で余ったキムチ、キムチスープだよ。キムチスープ。手作りのキムチ作ったの、まゆが。これ手作り。簡単だよ。簡単。一人暮らしと思えないでしょ。なんで彼氏できない？なんでや？男リスナーもいなくなったし、なんでや？おかしいだろ。おかしいだろ。おかしいだろ。だからしてないってば、マジで。リズニャンともタクマともしてないよ、マジで。これ完全にさ、ね、珍しく今日3品作れちゃう。珍しくあれやん、 TikTok のお疲れ様でーすって知ってる？何品も作るさ、お疲れ様でーす。そう。ねえねえねえ、鶏皮でやったらウェーパーいらない？ウェーパーいらない？どうなんだ？いる？あと最近だしだにハマってる。
ネギ売り切れてる。ネギも売り切れてる。ウェイパー入れなくていいんだけど、入れた方がもっとうまいかな。これさ、ラーメン作ろう。ラーメン作ろう、これで。じゃあこれは、こっちで2個やって。中火で煮込んで、ありがとう、教えてくれて。これどうやって切ったらいいの？どうやって切ったらいいの？これってどうやって切る？鶏皮斜め？こう？こう？違うな。おはよう、まこと。タコ、おはよう。初コメありがとう。そう、俺の仲間。鳥ガラが鳥をカットしてる。きめえ、マジで。ゼロワンのツイッターブロック解除したね。また彼見たいの？私がツイッターをブロック解除したのはどこ情報？ちなみにどこ情報それ。なんか DM も来たわ。ブロック解除したねとか言って DM まで来たんだけど、ブロック解除ってなんか犯罪なんかな？なんか罪に問われるの？01情報、そうなんだ。なんでそんな嘘つくの？なんでお前らそういう嘘つくの？私が誰をブロックして解除しようが関係なくね。そんなことは。別にもういいやって思ったから解除しただけで、なんでそんな言われんの？
れでポン酢でいいんだよね。ポン酢ポン酢のみでいいのかな。これで OK。 もうちょっとやっとけばよかったな。かな、めっちゃ油っぽい。お疲れ様です。これでいいですか。これでいいですか。生姜、なんか足りない、塩かな。うまっ。塩かな。もうちょっとしょ、味の素混ぜてみるか。あ、いや、ごま油いらないかな。だって油っぽい。もうちょっとこれ茹でるべきだったと思う。30分ぐらい。うん、じゃあこれ冷蔵庫。ミーコと話してない、ミーコの彼氏と話してた。配信外。オレッチのナポリタン、美味しいナポリタン作る。いや、なんか彼氏から連絡来てもう無理みたいな相談乗ってた感じ。
いやあのさ、なんで私がなんか言われなきゃいけないの？今日私機嫌悪いからブロックするよ、徹底的に。悪いけど。で、ブロックね。私も解除しないから。174個ブロック。うぜえから、マジで。前がイライラしてるときに、そういうこと言ってくるの、うざいから。煽ってくんの。でしょ。ああでもね、そうなの。まあね、生理前なんだよね。それもあんのかな。実はまあ生理前。てか最近さ。なんか、ふわっちさ、ねえ、ふわっちさ、調子悪くない？なんかすぐ真っ暗になったりするんだけど。あ、売り切れた。嘘。あ、バター入れるの忘れてた。入れるの忘れた。入れたか。酸味を飛ばします。多分美顔機能だからだと思う。美顔機能にするとさ、料理って美味しくなさそうだよね。てかやばくない？20分ぐらいで3品作ってるんですけど、おいら結婚しろよ誰か。20分で3品作ってますけど、結婚しろよ。ふわっ
チの配信者でさ、一番料理うまいんじゃないかな。ねえ、一番上手なんじゃないの。あの、じゃあ、あの、ほら、結婚したい料理じゃない。お腹空いたって言ったらすぐ作れるよ。それ時間かけたらもっと丁寧に作れるけど、普通じゃないだろ。で、中華じゃないし、たまには和洋中作れる。前まあ確かにウイタンは上手だね。あとシーソちゃんか、シーソちゃんか。田中さんおはよう。あ、ワンワンもうまいわ。すいません、調子に乗っちゃって。すいません。確かに。いや、ワンワンは上手だよ。ねえ、なんかちょっとイメージと違った。なんかね、ツイートで写真撮ってるやつ見たことある。和食上手だよね。そんなイメージ。ねえ、ないよ、どうしよう。
あ、うまそう。じゃあ美顔機能だから美味しくなさそう。じゃあ写真撮ってあげるね。ちょっと待ってて。できた。できた。3品できた。20分で。俺の勝ち。俺の勝ち。キムチスープ、鶏皮ポン酢、ナポリタンで俺の勝ち。ちょっと美顔機能つけなきゃ。そこ邪魔やで。いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。ソースで代用したけどどうかな。韓国で流行ってるポーズ。
おいしい。おいしい。ありがとう、マシュマロちゃん。うん、ありがとう。おはよう。32号は何なの、さっきか。友達からちょっとさ、ちょっと電話来るから、電話来たらやめようかな。モンジョリも機嫌悪い？生理前なんじゃね？生理前。むんちゃん俺だけでいいんだよ。キャンプ断ったくせに。エンディーさん。たくやん、マジでやめて、その妄想。それ本当に妄想だから。着々と太ってるよ、体重は。昨日もね、ラーメン大盛り食べた。ね、ツイートのさ、鍋、グロくない前のキムチ鍋。美味しかった、でも。え？あ。しょうがないじゃん、食っても太んないんだから。はい、生姜にうまい。なんかそんなこと思ってなかったけど、やっぱさ、配信、女性配信者でこの前誤爆して悪口書いてたからね。やっぱ当たり前じゃない。私も友達に取られたりしたな、お客さん。104号ありがとう、ありがとう。確かにフワッチもそうだね、取り合いか。そうだね。気落とし前は同業者だよ。だから男は分かんないけど、
あのキャバクラとかの雑談たぬき言ったじゃん、ふわっち。あれはキャバクラではホスラブ掲示板っていうのが、まあ、雑談たぬきなんだけど、キャバクラって意外とあのキャバ嬢が書いてるね。キャバ、私びっくりしたんだけど、仲いい三人衆の友達がいて、キャバクラで、で仲良かったの、その三人で、私に嫉妬して、なんかそういうホスラブを荒らす人が多くって、それを三人に打ち明けたの。私こんなこと書かれてて本当になんか傷つくみたいなこと言ったな、あいつこんなこと言ってたよって書いてあって、それって3人の誰かが書いてんだよね。ショックだったな。人間不信になるよね。だそっから眉はもうずっと一匹狼になった。嫉妬あるよね。女あるある。まあでもそれはしょうがないのかな、そういうさ、あの戦う場所、戦場だからさ、女打って。前も あの子はいいなとか思ったりしたことある。一匹狼じゃなくて、うん、前一匹狼。感情入れないようにしてる。裏切られた時怖いじゃん、傷つくじゃん。気持ち入れないようにしてる。だからミーコが許せなかった。友達作らない。チャリちゃんに本当申し訳ないことしちゃったな。改めてお詫びしないとね。断ったんじゃなくて、寝てたの。寝てて気づかなかった。うん。連絡取れたよ。私マジでよく寝るんだよね。改めてお詫びしないと。うん。そう、キャリーちゃんも彼氏できて私できない。もう俺以外の連絡先全部消してる。
でもさ、エンディさんってさ、実際あとそんなしゃべりかけてこないよね。そうだよ、だから今からまた寝るの。一回今日酔っ払ってるでしょ、ミーコ。朝起きて、今日ミーコ休みらしい。だから起きて連絡待ってみる。連絡待ってみようかな。でも警察沙汰ってなんだろうね。警察沙汰、みーこ警察沙汰。ごちそうさまでした。苦しい。何盛り上がってんの、コメントで。何を盛り上がっているの。そうだな。おい、こら。
も生理前なんかな。だから生理前でちょっと余計にイライラしてるのかな。怒りすぎかな、そもそもは。どうなんだろう、わからん。わかんなくなってきた。おはようございます。欲求不満とかはマジでない。不満はマジでないな。生理前なのか。多分ミーコの態度でイラついたんだろうね、電話してる時の。それだわ。なんだこの女。なんだこいつ。眉を悲しませるやつ許さねえ。眉にアンチしてるやつ許さないで。マジで韓国編見してやらないから。韓国編見してやらないから。分かったか。楽しい時だけ共有してくんなよ。悪口普段書いて楽しい時だけすり寄ってくるなよ。あのもう一個の携帯で見てるからかな。スリスリしてくるなよ。